トレーナー同士が戦うものじゃないの？詳しい説明は後にするが、お主がそのブレードにふさわしいものか試させてほしい。え、回復してね、その代わり。かつてのおきてに従い、かのものをそなたたちに使わそう。何かなもの？背後な、こちらへ！ティファニー。お前、ひっそりと生きていたのか。背後なじゃねえよ、ティファニーじゃねえかよ、こいつ、おい！おい！ティファニーじゃねえかよ、おい！生きてたんだな、ティファニー。こやつの名は背後な。背後と呼ばれる技の使い手だ。背後とは異なるモンスターを掛け合わせ、仲間を強くしていく奇跡の技。こいつ、生を司る、生の象徴になったってこと、ティファニー。俺、見る目正しかったんじゃんだから。で、この世のさ、生を司る存在になってるってことなんでしょ。セクシー。セックスシンボル、まさかの。配合なくして我らが GP を勝ち上がるには難しいだろう。よく覚えておけ。記憶なくしてないか。ユーナレスカみたいにさ、絞り取られたんじゃねえの、聖域を。では会場で、ティファニーの旦那さんの名前なんてったっけ？ロレックスだっけ？なんだっけ？ティファニーの旦那さんの名前なんてったっけ？では会場の準備をしている間、一度飛行船とやらに戻るがいい。このバトル GP に勝ち続ければ、おのずと道が開けるだろう。ただなんか、どこか懐かしい。背後なはどこか懐かしい匂いを感じた。ただこの気持ちが何なのか、今の背後なね、分かってなかった。わしは背後マスターの背後なですよ。お前、性別の設定忘れてんじゃねえかよ。お前、女の子だっただろうが。可愛く俺がなんか手塩にかけて育てたよ。わしとか言ってなかった。私って言ってたぞ。背後とはモンスター同士を掛け合わせ、新たなモンスターの奇跡の見業。あなたのお仲間がより強くなるよ。お力になりますぞ。ほっほ、キャラ変わってるな。これあれか？まさか、子孫か？飛行船とやらに着いたら早速配合できるようにいたしましょう。知ってんじゃねえかよ、お前。俺の暮らしぶりをよ。一緒に金儲けしような。今世では。すげえ、横からの角度見て、こいつすげえ、背筋めっちゃ S 字だぜ。モデルか、ティファニー。中村あんじゃねえかよ、この背筋。お前、多分 CM 来るぞ。見てくれよ、この理想的な S 字。すっご。お前、確実にあれだな。CM 来るな。気に入った。でも戻っていいの。配合マシーンになってる。テンプレバカが。ジジイの金玉みたいな顔しやがったよ。昔もっと可愛かったよな、あいつな。塩塩のよ。風呂上がりのジジイの金玉みたいなやがったよ。俺が見てねえうちに。美容への意識が低いな。ちょっとだけ。美意識が落ちてる。俺が鍛え上げていくわ。